ばんはですかね。どちらかというとこんばんはっていう時間ですね。今日はまあでも比較的今日、そうですね、まあ今なんか特にそうなんですけれど、まあ、めちゃくちゃまったりした時間を過ごしてます。ベランダなんですけどね、まあ、夕方です。夕方のベランダ、毎日今日は一日中もう雨がですね降ってまして、太陽は全く当たらないで、まあ、これ雨降ってるんで、まあ、いつもとちょっとこれ座ってる場所とかも若干違うんですけれども、厚い雲に覆われてましてですね、で低いところに雨雲があって、すごく風で、まあ、早いですね雲が、うん、で、まあ、小雨ですけど、ちょっとこう風が強いんで足とか冷たい雨がちょっと当たってます。うん、で部屋の中では、まあ、音楽をかけてまして、ここはちょっと多分聞こえないですよね。うん、今もうすぐ後ろ部屋なんで私はこう聞こえてるんですけど、でまったりですね、まったりしながらぼーっと、まあ考えてたのがカワウソ桜ですよ。カワウソ桜ご存知ですか？カワウソ桜、カワウソ桜の YouTube すごい人気動画なんですけど、カワウソなんですよ。さあちゃんっていう桜っていうね、カワウソなんですけど、もうあれやばいですよ、やばい、かわいいですよ。今自分の YouTube の動画をサムネイル作ったりとかね、タイトル作ったりとか、まあ、今までもう20本ぐらい動画貯めてるんで、その貯めてる動画に一個一個、まあ、サムネイル作ったりタイトルつけたりとかするので、もう一回ちょっと動画をね見ながらこう見て内容をね見ないと、もうどれが何喋ってるかよくわからないんで、まあ、そういう整理を今ベランダで回ったりしてたんですけど、そうすると出てくるんですよね YouTube のそのアプリにね。私あれしてる、チャンネル登録してるんで、カワウソ桜またもう今日毎日新しいの上がってくるんですけど、もう今日のもうやばいですよ。もうサムネがやばいですよ。もうなんかみたいななってるんですよ。カワウソですよみたいな。カワウソ桜、いやマジでね、マジで可愛い、見てほしいです。ずるいですよ。ビーフジャーキー、あれビーフなんかな、なんかジャーキーみたいなやつとね、あと生魚、魚の刺身、めちゃめちゃ好きなんですよ。それ食べる時とかやばくて、ものすごいもう切ってる時からものすごい泣くんですよ。で、ウェーウェーウェーって言うんやけど、こうこのこう近くまで持っていくじゃないですか。そしたらウェーウェーって言って食べるんですよ。ずるいですよあれ。黙って食べろよ、黙って食べろよな。って言うんですよ。はあ、ずるいわ。あんなん勝てへんやん。勝てへんわ。カワウソって、打倒カワウソ桜で行こうかな、田辺や。カワウソ桜に勝つ方法ないっすかね。めちゃくちゃ可愛い。最近猫もね、買ったんですよ、その飼い主さんがね。最近、そのカワウソ桜と猫の絡みとかもめっちゃおもろい。猫わりかしね、落ち着いててね。子猫なんやけど。めっちゃシュールなんですよ。もう桜飯食う時マジでもうやばいんで、もうなんか蒸気を逸した食べ方するんですよ。それを猫がじーっと見てるみたいな、何してんのこいつみたいな。
落ち着けよみたいな顔で子猫がここで見てるんですけど、むちゃくちゃ可愛いですっていうのを、まあ、今日も、まあ、大体私夜寝る前にカワウソ桜見て寝るんですけど、ベッド入ってからね、さっき新しいの上がってましたね。またまあ今日夜見ようと思って楽しみやな。あのぜひ、まあ、これからはですね、あの田辺屋オンエアはダトウカワウソ桜で行きます、行きますんで、あのどうしたらいいか分からへんけどね、もうどうやって買ったらいいか全然もう想像全くつかないですけど、あのなんで、まあ、皆さんね、もしこれあのご覧になってる方でカワウソ桜見たことない方いらっしゃいましたら、これぜひ見てください。あの田辺屋オンエアもう見やんでいいですから、カワウソ桜はほんまに可愛いですから、めちゃくちゃハマりますんで何してることかちょっとよくわからないですけど、私あのために今カワウソ桜を進めてるのか全然わからないですけど、あの見てください。あのぜひあの感想なんかね、またコメント入れていただけたら、あのカワウソ桜談義に花を咲かせたいなと思ってますので、ぜひ見てください。私も今日もまた寝る前カワウソ桜見るのもう今から楽しみですね。はい、というわけで、今日は皆さんカワウソ桜を見ましょうということで、あのまた次回お会いしましょう。さよなら。